I'm ready to get this paper, G. You with me? Saba. Motherfucking right. I'm ready to get this paper, G. You with me? Ooh. Goodness gracious, the papers. I'm ready to get this paper, G. You with me? Show. Freestyle TV. Here, this is show. 昨日のコメント。マイク握るのやめて、ストック握ってスピンで指導者になったらっていうコメントについて。なぜマイク握るのやめる？マイクずっと俺握る。生涯、将来、この先も握る。だけどスキーの指導、どんだけでも俺やるぜ。どれだけでも俺やる。求めてるジュニアがいるなら、求めてる人がいるなら俺やるよ。そう、世界に羽ばたいてほしい。日本のジュニア、日本の未来、光る日本の未来に向けて、スカイで日の丸独占、表彰台独占する日を俺も見てみたい。だからスキーのジュニアの指導はどんだけでも俺教える。魂込めて、だけどマイクを握るのやめるのは話が違う。軽はずみでマイク握るのやめたらどうですかとか言うんじゃね。どれだけかけてるか。俺ヒップホップスーパースターなるためにマイク握り、どんだけバカにされてもやめずにやってきてる。俺をバカにしてたラッパーだけど今じゃラッパーやめて何してる。俺はやめずにそいつらにも4000も売れてるのが現状。ここは戦場だから俺やめることなくよ。もうどうどうこの行動、さらにオーバーグラン、アンダーグランからオーバーグラン、俺のグランド広げてゆくから。 Yeah, hip hop 愛してやまない。好きじゃなかったらやってない。好きだからこそ続けてる。もっと俺頂点目指すため、グラミー賞取るまで俺は続けるつもり。ってことで、ラップ、ブランド、スキー、すべて全力投球。何をやるから何をやめる。何をやったら、ね、何かをやめる。何をやめたら何かをやる。そんな感じではやってないし、スキーをやってても、それはラップにすげえ生きるし、ラップをしてるその、なんだろう、エネルギーがスキーにも生きると思ってるし、そういうことをやることによって、俺は本当に大きな、また新しいエネルギーが動くと思ってるから、ラップするのを、マイク握るのをね、こうやめて、ストック握って、スキーの指導者になったらっていうコメントがあったんですけど、俺は真逆の考えで、もうマイクもガンガン握る。そしてチャンスがあれば、もうスキーもさらにね、もっともっと、アルペンスキーも自分のイメージに近づける滑りをしていきたいなと。で、指導者も全然、教えてほしい人いたら、全然俺は教えたいと思ってるし、アルペンスキーの、そういう、ね、やってる人たちは本当もっと世界でね、どんどん羽ばたいてほしいなと思ってます。羽ばたいてほしいと思ってます。S Time Life! ということでね、また次回お会いしましょう。バイバイ、ショーでした。手を胸に当て見上げてんぼ、届け子の声見上げてんぼ。そう、あの頃毎日目で Yo、 グローブを買いにショッピングモール、日が暮れるまではキャッチボール。スパルタだった、愛は伝わった、お会いその唯一の時間、最後の会話とも気づかずに。1989-1928、夏の終わりを告げたその頃、言わなき親父の言葉の意味、諦めねえで信じる道、突き進め。そう、何回も何回も頭の中、無迎えに言葉。どうですか、滑りどうでした？最高です。本当ですか、ありがとうございますちょっとショーフリースタイル TV 見てるみんなに一言お願いします。アルペンスキー最高です。イエーイ。じゃあ、横田翔平のイメージ僕の高校を入るきっかけのとなった憧れの先輩です。マジっすか、ありがとうございますそしてカメラまで撮っていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。羽を休める Go home, Go home. 時も忘れて Go home, Go home. 俺には君 Only one, Only one, so, Only one, Only one, so, Only one, Only one. 仕事忘れて Go home. Show Freestyle TV, home. Go home.